आज मैं अपने जापानीज दोस्तों को खिलाऊंगा अजवा खजूर अजवा खजूर これ何かわかりますか？デーツ聞いたことある？レーズンデーツレーズンで今ファーストタイムショーマさん買えんげイエーデーツどうぞ開けてイエー UAE की अजवा खजूर है और ये मेरे जापानीज दोस्त हैं जो फर्स्ट टाइम खाएंगे देखते हैं इनका रिएक्शन कैसा होता है अजवा खजूर どうぞ食べてくださいはい干してあるの夏目足は食べたことありますかこれ夏目足って言うんですよで中に種が入ってる硬い黒豆はあんまり食べんからわからんいいの食べはいデーツどうぞ美味しい黒豆みたい黒豆黒豆みたいえどんな味黒豆みたい黒豆、うん、桜みたいどうぞで家へ味わうカジュールすごい健康的で体にいいんだよ。美味しい。美味しい？じゃあいただきます。はい。食べたことあります今まで。僕ですか？はい。うん、ないない。ないですか？あ、美味しい。美味しいですか？はい。中に種があるので、うん、それだけ。あの、芳醇な香りがして。あ、本当ですか？美味しいです。あ、カジュール。味わうかじゅうなんかちょっとでも硬いやり取りすさくてお、家でファーストタイムカリズンデリメパリドファかじゅうカレーをイノネビウイラクスボレクロマメジャパンビクロマメナンビチーズティエやり、ウセスカミルタジュガテイストなんか食べたことあるよ食べたことあるんですよ あ、クロマメ豆でも美味しいよね、普通に美味しいけどちょっと種ってギュンってしたやつ味が濃い濃いあサクサクってかジョーレンケリエカリエサファフィサクタレキピルビネパサンダイテイスですか種こんなんなんだイエヘスカビーチイエビファーストタイムデイクレカジョール匂いはない匂いはないですね初めてですか初めてだと思うあこれ種はあります中にイエビパリダファカレ思ったより硬い硬い、そうそうそうカイジテラメンソチャトウセザダイエサクテあー、なんか、うんあの、日本でいう練り飴みたいなあーうんうんジャパンミスラギトフヨティオスタラカテイストですかあー中東でめちゃくちゃ食べられるんですよ黒糖っぽい感じあー黒糖練り飴黒糖とイエビ黒糖かナムレレ甘いこれ甘いうん、黒豆のほんと甘露に甘露にあとジャパンで黒豆のナムキチーズって言うけどね、うっせーすかテイストビルタジョンだ今まで食べたことあるデーツうんけどね、ジンデギーメンアジテカビビのデーツに買いカジュールインケリエファーストエクスペリエンス干した後、うん、煮てあるそう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 、うんうん、とけどね、キャイスコドライキヤウェとビルクルエッセイイスコドライキヤウテうたるねけばあみらきゃらけすアジバカジュールコライカネギバディジャパンテクビポンチェ UAE キカジュールカリーマゼキエトイノネビジンデギメファストタイムカイエカジュール甘いトカリーミティエでもいい味ですよねトカリーバディマゼキエアジバカジュールグッド very good なんか黒糖みたいな甘さもああ黒糖ねまた黒糖が出てきたとメニューでパタヤケイエミドルイーストからきたらカフィカイザティエカジュール10点中何点ぐらいですかこの味はいや美味しいですよ本当ですか、はい、9点10点本当ですか、はい、とかね出す目線ノー出すナンバーまでとありがとうございますありがとうございますごちそうさまです10点中何点ぐらいですかこの味はこれなら10点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 ありがとうございますというので出す目線出すマルスティンスケテイスコボホシュクリアフカありがとうございますな種をどうすればいいのこれ持ち帰ってくださいキャリーマンビーチがいいからお前がガリレケじゃん美味しいですか美味しい美味しいうんうまいありがとうございますうーん味はカジュールエネビパサンダイエこれ種はあ種を出してくださいえ飲んじゃったうんえ飲んだすげえ